パリ五輪第7日卓球、2024年8月1日パリ南アリーナ。女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク13位の平野美宇、木下グループが、同8位の新郵便、韓国、2、3、4で敗れ、メダルには届かなかった。写真、壮絶死闘、平野に勝った韓国選手の目にも涙が、初めての五輪シングルスの進撃が止まった。 3ゲーム連取されてから、怒涛の逆襲。三三に追いついて迎えた最終第7ゲーム。いきなり4連続失点で苦境に陥ったが、諦めずに反撃して2度マッチポイントを握った。奇跡まであと一歩に迫ったものの、死闘の末に散った。0ス3で負けているときは、このままだと後悔するなと思って。一度服を着替えて、いつもならそこで折れていた。 巻き返すことができたのは良かったけど、最後、一本取れず悔しい。勝ちきれなくて悔しい。試合後、平野は号泣してタオルで顔を覆った。勝った真の目にも涙が浮かんでいた。国際映像の実況も、なんて試合だ。と簡単の声を上げる壮絶なラリー戦に、会場は熱狂に包まれた。国際映像の実況でも、なんて試合だ。というほどの死闘だった。 初の五輪シングルスは終戦し、5日から団体戦が始まる。なかなか出場権を獲得できなかったシングルスだったので、最初で最後かもしれないと思って、後悔のないように。後悔はないけど、メダルを得るまでには足りなかったので、これは団体戦に出すしかない、悔しさを晴らすチャンスは、まだ残されている。